はい、どうもお疲れ様でした。お疲れです。ここでやるのは何1年ぶりぐらい、それとも半年ぶりでしたっけ。4月なんで半年ぶりぐらい。半年ぶりプラスアルファぐらいですね。今回のテーマとしてはやっぱりニューディスコからちょっとまあダークサイドに行って、そこから最後ドリームがチルアウトで終わったって感じなんですけど、何かしらそういうイメージというのはあったってことですか。そうですね、最初はそのディスコバレアリックの、まあ、主流の流れから今ちょっと気になってるフランス系統で流行ってるディスコ、フランス系統のディスコ。そうですね、それがどっちかで途中からのダークな流れになっていって、で最後の方でフィフティーウェポンズとか、はい、あのあたりのテクノの人がかけるような曲も織り交ぜつつ、ちょっと普通の人とは違う使い方をしたいと。あ、なるほど。それで、最後の方はもうビート関係なく、寂しい感じで終わるような。寂しい感じあれ寂しい感じだったんですか。聞いてて こっちの人は結構気持ちいいな、あ、よかったです、みたいな感じだったんですけどね。あれすごく良かったです。あと、まあ、途中のダークな部分も結構ワクワクしながら聞いたんですよね、はい、す最初のまああと途中ですごくなんか盛り上がった部分、なんかニューディスコから そのダークサイドのつなげ、すごいあみんな盛り上がってるなとかっていう話しながら上で話したんですね。あ、本当ですか、なんで結構好評でした、はい、本当に私も含めてすごい、またちょっとアーカイブ化された際にもう一回聞いて考えようかと思います。はい、すいません、ちょっとカメラ位置分かってなかった関係で変な方向向いてやってました、すいません。丸かぶりです丸かぶりしてました、申し訳ないすいません。じゃあ今後の展望としてどういうのをやっていきたいとかありますか。今例えば、あ、すいません話しちゃって申し訳ないですけど、例えば今イギリスの若者なんかは 90s のレイブを掘ってるんですね、レイブ音で、そういう方向性とかを踏まえた上で今のニューディスコのある現状などを踏まえてどのようにお考えでしょうか。そうですね、エディットが、まあ、かなり飽和している状態なんですけれども、ね、その中でも今日3曲目ぐらいにかけたフィンガーマンっていう人と今ちょっとコンタクト取ってて、はい、なんとか来年途中に呼べれば呼びたい、あ、なるほど、っていうので、今青山のゼロ、はい、とちょっといろいろやってるところです。ゼロいいとこですね。私も一回行ったことあって、あの雰囲気に結構やられた部分がありましたね、はい、すごいなんかその時は何だったかもうちょっとですね、ライティングがすごくいい感じだったんで、やはりちょっとそういうなんか面白いパーティーやったら行ってみたいと思いますんで、ぜひそうですね、いろいろと告知などしていただければと思います。7月に身内で、ええ、ゼロでパーティーをやろうと思ってます。ああ、なるほど。年一ぐらいでゼロではやろうと思ってて、そこでいろんな人を呼んでやれればというふうに思っているので、はい、国内外問わずやっていきたいと思ってます。わ、はい、かりました。もう大変期待しております。お願いします、はい、それもやっぱりなんていうか、やっぱりリエリット系というかそういうのでまとめるとか、そういうつもりは特になく一切ないですね。もう出る人に一任すると、出る人に一任する、なるほど、形ですね。わかりました。じゃあオーガナイザーとして働かれるということですか、それとも。そうですね、もうメインはできる限りは回さないで、海外の日本に来たい人を紹介するっていうような立ち位置に移っていきたいっていう時に今来てる状態ですね。はい、わかりました、はい、じゃあ今後もぜひそういう活動期待しておりますので、はい、できればここにも、まあたくさん顔を出していただいて、そうですね、みんな、はい、やっぱりすごくなんて言えばいいんでしょうか、大変いい DJ なので期待しておりますので、はい、はい、ありがとうございます。頑張ってくださいというか、頑張りましょうというか、そうですねよろしくお願いしますですね、まして、はい、じゃあじゃあ次はサムリン氏という靴の勉強されている方のインタビューに入っていきますので、この後もぜひお付き合いくださいませ。最後に
何かありますか？すいません。そうですね、まあ、なかなか不況不況と言われて音楽業界もなかなか明るい話題がないんですけれども、まあでもやっぱりいい音楽を掘っていくと時代かかわらずやっぱりいいものがあるんで、はい、やっぱり逃げないでやっぱ音楽好きでずっといてほしいなと思いますし、自分もそうでありたいというふうに2013年を締めくくりたいと思います。綺麗に締めました。はい、はい、ではキート君でした。ぜひすいません、どうもありがとうございました。ありがとうございます。
台湾から来ましたあのサムリン氏へのインタビューということで、彼は靴を作るものとしてあのこの日本にやってきてどのようにあの考えているのかをインタビューしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではあのまず本日は靴のことについて教えてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、まずはじゃあ、いつから靴を作ろうとお考えになりましたか？あの実は大学から卒業して、はい、靴を作ろうと決めました。なるほど。大学卒業というのは何年ぐらい前のことですか？4年前ですよ。4年前ということは今年2013年から数えて2009年のことでよろしいでしょうか？おっしゃる通りで。なるほど。2009年ということはあれですね、リーマンショックが崩れて世の中が大混乱になった後、その後考えたってことなんですか？ああはい、多分でも大学の時ずっと遊んだばかりであまり勉強にとかならなかったですけれども、うん、これから自分のデザインとか頑張りたいです。あ、なるほど、わかりました。じゃあ、靴を作ろうと決めた理由っていうのは何かありますか？はい、就職において靴を作る技術を身をつけたいと考えました、うん、前職も靴関連の仕事についていて、うんうん、また靴を集めることも私の趣味の一つであったため理由になるかもしれないです。なるほど、わかりました。じゃあやっぱり就職っていうことで、はい、やっぱ2009年当時ってやっぱりちょっと世界中でガンと落ち込んで、そこからやっぱり靴職人っていうとやっぱり手に腕をあのなんて言えばいい、あの職をまあ、腕であの生きていく世界というあの考え方があるんですけども、職人というそういう風な面でちょっと、生きていきたいと思ったということなんですか？はい、特に台湾の場合とって、うんうん、靴の市場とかあまりないですよね、うん、日本で、靴とか職人さんとか、うん、多いかなと思います。あ、なるほど。あのやっぱり台湾においてはその靴の仕立て人がいないということなんですか？はい、いないです、ね、少ない、ほぼ少ないです。なので、まああのそういうところにあの食い込んでいけばあのやっぱり自分はこれから生きていくにあたって生きていけるんじゃないかという、もうそういう生きていくための道として選んだということなんですか？やるしかないです。やるしかないです。わかりました。で、あの趣味の一つとしてあの靴を集めることってあるんですけど、これはどんな靴を集めてるんですか？どんな靴ですか？私のこの前高校生の時代で、うん、あのナイキのスニーカースケートボードのようで、うん、あのスニーカーとかその当時が大流行でした、うんうん、私も3個目とか持っているんですよ。ナイキの靴だけでもう3個とか。めちゃくちゃかっこいいです。かっこいい、めちゃくちゃかっこいい、はい、なるほど。じゃあナイキの靴以外では何か印象に残ってる靴とかありますか？前職に入ってから、うん、ますますメンスシューズの部分も集まっていきます。なるほど。前職においてあのメンズシューズをどんどん集めていったということですね。はい、例えば、うん、カンベルとかスペインの、うん、あのメンズのシューズとか私大好きなので、うん、黒いのメンズシューズとか持っています、うん、ああなるほど。そういうのも含めてあのあの大体全部で何足ぐらいあったりするんですか？カソテナカだけですけれども、うん、だいたい10個目くらい持っています。ああ、10個以上というか、はい、10個以上とか、うん、持ってるということですね、はい、なるほど。だんだん増えていきますかもしれないです。最近一番最後に買った靴とかってどんな靴なんですか？例えばスニーカーとか、フォーマルシューズであるとか。やっぱりナイキかな。ナイキとか好き。わかりました。じゃあ、はい、やっぱりナイキに影響を受けている可能性が高いということですかね？そうかもしれないです。わかりました。じゃあ、続きましてちょっとさっきの質問から最後の質問からあの受ける部分ではあるんですけど、あの靴を作りにあたって影響を受けたものこと何かありますか？
ありますよ。特に僕の人生の中の経験と趣味から影響を受けることが多いです。と思います。わかりました。人生経験って、例えばよく人生経験って味で表現するじゃないですか。日本語的なものでやっぱり苦いとか、うんうんうん、甘いとか、酸っぱいとか。どんな感じの人生経験ですか。例えば苦いとか、うん、苦しみとかよく味わいました。なるほど、まあ、苦いも苦しいも漢字一緒ですからね。でも私甘党と言いますよね。甘党、甘いも甘いも大好き。甘いも大好き。食べるのは甘いの大好きだけど、人生は苦いという。あ、はいはいはい、なるほど。人生はコーヒーなんですね。人生はコーヒーですよ ね、 コーヒーですね。まあまあ、コーヒー酸っぱい部分も大きいですけどね。そうなんです。なるほど。じゃあそういう部分を靴に、その苦い経験というものをどんどん出していくという、はい、そうです、ようにしているということですね。あ、明るい面もあるし、うん、暗い面の一面もあるし、うん、でこれからどんな感じ出そうかな、ちょっと考えています。まあやっぱり人生、サムリン氏は今年何歳でしたっけ。25歳ですよね。まあ、25年間っていうと、1世紀で考えると四半世紀、4分の1世紀と考えられますよね。やっぱり4分の1世紀生きたということは何らかのことがいろいろとあるわけですよね。4分の1世紀。なるほど。となるとやっぱりいろんな経験をしてきた上で、出せるから色というもの、まあ先ほどはちょっと味で表現しましたけど、色というものがたくさんあるというわけで、はいはいはい、それらをやっぱり出していきたいという感じですか。そうですね。わかりました。じゃあ続きまして、趣味から影響を受けるということが多いということなんですけど、例えばどんな趣味から。はい、趣味とかね、例えば僕の趣味の一つの中で、うん、古本から着想を得たりすることが多いし、特にラブストーリーが好きなので、うん、私のデザインへ生かすように今から努力したいんです。なるほど、はい、頑張るように。ラブストーリー好きなんだ。好きです。憧れもあるし。あ、憧れも、ラブストーリーって例えば三角関係のこう泥沼な感じのやつとか。三角ちょっと遠慮しますよ。遠慮しますか。じゃあまあ本当になんか例えば高校生ぐらいのカップルがちょっと甘酸っぱい感じでやるような、単純な感情関係とか。単純な男女関係、うん、なりたいです。個人的に、個人的になりたい。プラス、まあそういうのを靴に出せていけばいいな、はい、という、そうです、ことなんですか。そんな通りです。じゃあやっぱりもうそのプラス自分の受けてきた苦い人生経験を合わせて、やっぱりその甘酸っぱい部分と苦い部分を出したような、そういう出したい、そういう靴を作れたらいいなということなんですね。いろいろ試したいね。うん、まあいろいろと、まあ、経験とか経験もしたい。そうです。わかりました。じゃあ次の質問いきます。はい、アートはインダストリアル、アーティストはデザイナー、あなたの中での比率を教えてください。難しいですよね。すよ、まず前提条件として、うん、ファッションと機能性の両立は、うん、私なかなか難しいと思います。うん、そうした上で答えるならば、アーティストは 50%、うん、デザイナーは 10% あります。なるほど。はい、ということは、まあ、芸術家でありながらやっぱり制作者でもありたい。そうですね、ということなんですか。うん、はい、まあ確かに靴というのはそのまあちょっとウィキペディアでかじった程度の知識であるんですけど、あ、はい、紀元前8000年から始まってるというふうにされている、まあ、紀元前8000年頃の靴が見つかったというふうな一番古いものとされているそうなんですね。うん、そこから考えますと、今年とまではいかないけど、まあ、最近まででやっぱり1万年ぐらい歴史があるわけで、はい、その中でやっぱり最初はやっぱりもうインダストリアルというか、もう本当に使うためのものであった中で、それらがどん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 もういろんな人がいろんな積み重ねをしていった上で、やっぱデザインとかもやっぱりどんどんやっていくべきだよねっていう、まあ
いろいろとあります。例えば王朝製とかそういうのでもやっぱりなんか本当着飾った靴、そういうのも必要だった時期もあると思うんですけど、そんな中でやっぱりやっぱり今はもうその機能性とデザインと50-50であるのがいいのではないかというふうにお考えです。はい、その通りですけれども、私靴といえば中持ちみんなしたいんですよね。そうですね、中持ちさせたいですね、私も。だから、いいものが長く履きたい人もいますし、これからどんな靴がいいかなとか考えております。なるほど、はい。まあ、本当にパーティーにしか行かない靴とかにも考えますと、あるよね。そうするともう例えば人生において本当に、まあ、例えば晴れの日って言われる、まあ、日本語的な感覚での晴れの日っていうので結婚式とかだったらやっぱり一緒に1回ぐらいしかないようなイベント、場所により、はい、ある靴でその場所しかない靴で履かないと、スペシャルだね。そうですね。すいません、スペシャルオブザーバーとして実はおさむさんにやんついていただきます。ありがとうございます。すいません、どうも、サムリン氏の考えがよくわかりました。ありがとうございました。ありがとうございます、はい。じゃあ次の質問いかせていただきます。はい、あなたの作るものは作品でしょうか、それとも製品でしょうか。はい、あれですね、今作っていた作品に見ると、多分製品だと思いますけれども、なかなか製品化を目指して、いたいんです。製品化とか、やっぱり製品化は目指したいということで、作品だからその芸術そのもので、例えば美術館に飾られるようなものではないですよということですか。もしできればそこも飾りたいんです。いっぱい作りたい。いっぱいとか、いっぱい大量生産とか、大量生産メーカーさんに頼まれて、私のブランドとか作り出して、みんな私の名前もっと知られて、なかなか人気らしさ出したいんと、人気を出したいということですね。そうです。で、まあ、そうすることでいろんな人の手に届けたいという思いがあるということなんですね。できれば贈り物として作りたいんです。届け物というか贈り物として、贈り物、プレゼント、プレゼントとして、そういう気持ちだし、作っている時ずっと考えている、どんな女性とか、どのような雰囲気にこの靴履きたいなとコンセプトもさせていただきます。コンセプトの提案をさせていただいているということですね。なるほど。はい、質問がありますのでマイク渡しますね。ビビテイル、リンさんは、ルブダンとフェラガモどっちが好きですか。私フェルガモのメンズとか女性のレディースとかのおしゃれだと思いますよ。のシルエットとか特に本当に好き。すごく特別感がある感じがします。フェラガモってスペシャル、すごくスペシャルで、すごくエレガントだし、すごく綺麗でね。それで片やルブダンってポップだったりとか、もちろん美しさもあるんだけどアバンギャルドな部分もあったりとか、それでビジネス的に言うと今すごくなんて言うんだろう、こうすごくいっぱい出てると思う、ルブダンって。でもいっぱい出てるからちょっとエレガンスとかから遠ざかってる、エレガンスとかちょっとなんて言うの、ダサいってわかるかな、ちょっとルブダンダサくなっちゃってんのかなって。でもルブダンのシューズみんな、向こうのヨーロッパとか有名人とか常に履いています。そうね、そうです。でもすごいスタッツのいっぱい入った靴とか、すごいなんて言うんだろう、履いてる人最近日本だとあんまりかっこよくない人が履いてる気がする。そうですか。だからフェラガモの方が本物だなって。ああ、
本当にエレガンスだなって思う。そう、そう、僕はねそんな風に思って質問してみました、うん、いやいや、ありがとうございます。そのあたりは確かにあのおさむさんの言った話を受けたんですけど、考えたんですけど、やっぱりブランディングというものはすごく大事になってきますよね、はい、本当にやっぱり大量生産にあのついて惑うイメージはどうしても大衆化ということで、うん、みんなが入っているということになると陳腐化していくっていう、あのもうダサいものになっていくっていうかね、やっぱりみんなと同じではスペシャルにはなれないという部分もあって、その辺のブランドさじ加減というのはやっぱり難しいですよね。ちょっと今思いました。勉強になりました。勉強になりました。はい、よろしくお願いします。では、はい、どうじゃあ、ではあの次にあの好きな靴のデザインを見せてもらえますか。はい、私最近シーブ、あの渋谷で西武新宿、西武のデパートで、うん、あの珍しいハイヒール見つけました。あ、そうなんですか。じゃあすいません、その絵を見せていただけますか。女性のハイヒールです。あ、はい、はい、それですね。ご覧の通りで、もう本当に珍しいと思います。しかもあの作られた人がもともとデザインシューズのデザインの人ではなくて展示家ですよ。見た目があのリンゴのむき出そうなデザインとか感じられます。はい、そう、これあのこれ実はあの蛇みたいだと表現してしまいましたこれでも色によって多分見えるものが違ってくると思うんですね。はい、そうですね。そういうこと、例えばこれが本当に緑色だったりしたら蛇に見えたりもするし、まあ、あのサムリン氏の言うようにこれ赤だからこそやっぱりあのリンゴの剥いた皮、まあ、もしかしたらあの日本的な考え方で言うとこれがもう少し薄い緑だったら梨とか、あ多分 ね, ねあるかもしれないし、もしかしたらあとはもう少しこれの色が結構ビビッドな赤だからもうちょっときつい赤だったりしたらトマトとかあのたまに剥いたりするので、ありがたいもそういう風に考えることもできますね。これはすごく確かにあの想像力を刺激するあのアイテムだと思います。はい、ちなみに なんせ珍しいといえばあの靴が底がないですよ。ちょっと見にくいかもしれないですけれどもソルがないですよ。 それは僕にとしてあのシューズ業界の革命と言います。そうですよね。あのかかととつま先だけで支えてますよね。はい、でそうです。あの土踏まずって分かりますか。はい、分かります。分かりますよね。あの、うん、土踏まず部分がない何もないという、ね、すごいシューズですよね。これをそう普通繋がってますよ ね。あの女性の足の支える部分がなくてそのままで支えることができるか素晴らしいと思いますよ。そうですね、もうその辺は多分メーカーさんの物理部門みたいな計算する部門が超頑張って、はあ、なんか計算して多分何回で壊れるとかまでもしかしたら計算してるかもしれない。うん、ね、すごいいいと思います。うん、そうですね、そうですね確かにそうですね、色っぽいですね。おさむしのちょっと話受けたんですけどツヤツヤして色っぽい、うん、夜間もあるし、うん、これは何種類ぐらい色あるんでしたっけ。13種類。色の場合は3種類。色の場合は3種類、はい、まあすごくセクシーなそうですね、こういう靴作れたりね。値段わからないです。うん、値段はわからない。まあ、値段は渋谷の西武で売ってるので、そう見に行ってくださいという見に行ってください。もう売ってるんだよねはい、ね、はい、すごいよね。私の作品じゃなくてでもぜひ、うん、すごくインスピレーションにあふれてるので、もう靴の作り手だけじゃなくてもういろんな人を見るといろんなインスピレーションがあるかもしれないですね。この靴を見るとなかなかひらめきとか出てくる、うん、
のバイトって、うん、いい勉強、ね、例えばどういうひらめきが出てきましたか。形とか巻いているとか、うん、足を巻いている状態で、うん、とカーティングとか、うん、そういう風が僕の今作っているシューズのデザインの中であまりないですよ。これは左右は対称なんですか、それとも左右多分見た通りで多分、うん、見た感じ対称ですね。これが同じ方向に、まあ、あの巻いてたらまた面白いんじゃないかなと考えたんですね。うん、対称的とか、ね、うん、でもそうなると多分メーカーさんが死んじゃうかなって思った違う方向に使うんですね。そうです、履いてて落ち着かない感じはあるというオサムシの、うん、やっぱりずっとソールって守る意味もありますからね、本当に、うん、そうです。多分長い時間で履いている感じられます、うん、あの疲れやすいとか、あ、疲れやすそうではあります。この部分が分からないですけれども、まあ、女性の方で試した方 いらっしゃいましたら、はい、サムリン氏にメールしてあげてください。はい、ではあの続きの質問で、はい、はい、では次の質問、 あなたの靴のデザインを見せてください。あ、よし一番メインの部分ですね。じゃあ今から私の作品紹介します。じゃあもう靴の画面に行っちゃって大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ靴の画面すみません、お願いします。これは、男の人用ですか、女の人用ですか。これはメンズ、メンズ、メンズシューズ、メンズシューズ、うんうん、一応デザインが描く前にイラストちょっとやってみました、うん、分かりやすい感じで、うん、これも将来的にあの展覧会とかこれがあったら挑みます。あの下に書いてある英語は何て書いてあるんですか。人間が死んだ後までというコンセプトにさせていただきました。ちょっと暗いんですけれどもまあ暗いテーマではありますね、うん、実感もあるし、まあ、実感もあるし、うん、すごいリアルな感じですね。リアル、うん、じゃあ、 あの棺に入るときの靴ってことですか。私これ履けるよ、ん、履けるよこの靴で、うん、じゃああの死ぬときに履く靴として認識されていらっしゃる。そうです。じゃあやっぱりあの棺桶に入るときの最後の靴。あ、はいはいはい、なんかこだわった部分ってあるんですか。こだわりとかあのイラストを見ると、うん、多分、うん、あのメッシュの部分が見えますよね。メッシュ実際に私の手でやりました、うん、実際に、はい、じゃ あの次 の, あの実際の靴の画像を見てみましょう。お願いします、はい、で出来上がりがこれということで、そうですよ、さっきのメッシュの部分ですね。メッシュの下で迷彩の生地で縫い合わせて革と、うん、茶色の革と、うん、ワニの革、うん、一緒にやってみました。あ、うん、あのメッシュの上下の部分に、はい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 、あのワニの顔を使ってらっしゃるというそれはコンビ、コンビネーション、コンビネーションで、はい、こういう色合いがいいのじゃないかという、うん、そうです。うーん、ちなみに後ろの光っているフレンドとかあの、うん、さっきのうちの番組の DJ のおさむさんから作ってもらいました。あ、あのかかとの金色の部分、うん、すごく感謝しましたありがとうございますじゃあおさむさんに何か質問してみますか。あ、ごめんなさい、感想ですね、ごめんなさい、失礼しました。ちょっと感想を、聞いてみようと思います。すいません、お願いします。なんかそれでかかとのプレートのところを僕は、マツクの方から依頼されて、ちょっと貼っつけてみたんですね。で結構最初に現物扱っていただいてびっくりしたのが、
あのソールも革でがっちり縫ってあるし、この形全体作っているその型押しの感じといおうか、あの形のシェイプの作り方とかすごいちゃんとやっててかなりねびっくりしたんですよ。うん、すごくプロフェッショナルにやってるなっていう。でまあビジネスシューズとかで本当に高いものってちゃんと革底でね作ってあって、でもうもちろんそういうそのクオリティの部分でがっちりやってるなっていうのは感じて、ただまあその上の部分でそのメッシュ、さっき松くんが言った上のメッシュは自分で編んだっていうことなんですよ、はい、でまあそのジニエと迷彩なんかもあってそういう新しい部分も取り入れつつ、その今コンセプトで言ってたね、あの棺に入るまで履けるような靴っていうか、うん、そのぐらい持つぐらいのクオリティあるのかなって今話聞きながら思った感じなんです。なんかすごいそのミックスの感じっていうのが、まあいわゆる伝統的な部分と今のファッション的な感じっていうのがミックスされててすごく面白いなと思って、それでこれ僕家族にもちょっとあこんなの頼まれたんだなんて見せたらね、結構みんなびっくりしてたんですよね。うん、だからねすごいそのぐらいのクオリティありました。うん、すごいねびっくりしたし、これはねちょっとやってて本当に周りの皮傷つけないようにプレートつけなくちゃなと思ってちょっとね頑張ってやりました。うん、なんか喜んでもらえたら嬉しいなっていう、まあね、あの金属関係の職人としては思った感じです。そんな感じでしたフィーリングは。おかげさまで本当におさむさんとコラボしたは良かったです。どうもありがとうございます。すごくいい話が聞けました、はい、ありがとうございました。ちなみにこの文化祭の間に新宿の、どういう会社の 課長から褒められますましたよ。うん、あ、プロの方からも、はい、あの褒められたということですね、はい、やっぱそれくらいクオリティ高いものを作れたということですね、はい。うん、この部分ですね、あの今画像出ているかかとの部分、あの黄色の部分がおさむさんがおさむさんに仕立てていただいた部分ということですね。助かります。プレートをつけたということで、はい、ただその際にちょっと今いい話聞けたなと思ったのはそのかかとの革の部分がすごくよくできているからこそ傷つけないようにするのにこだわられたということで、はい、その部分がやっぱり苦労された部分であったのかなという、うん、まとまり感もあるし、そうですね、まとまり感もありますね全体的に。うん、いや超綺麗な靴ですね。ありがとうございます、うん、その死に出ました日本語で言うところに死に装束というものに確かにふさわしい靴が あると、まあ、それでいて、まあ、日常的に履いても、合わせやすい、うんうん、そういう部分もこだわりがあるのかなと今感じました。ありがとうございますなるほど、うん、あと、まあ、ちょっともしかしたらちょっとネガティブな意見かもしれないけど、もうちょっともしかしたら迷彩の部分実際の製品は見えにくいかなとちょっと思ったんですね。確かにもう言われましたけれども、うん、言われたんだ、はい、でも手作りとかもっと出したいから、うんうんうん、そういう風にやりました。あ、はい、なるほど、これ意図的なものなんですね。そうなるほど。ただそのメッシュの部分やっぱりすごい手作り感があって、はい、そうです。あれなんかやっぱり普通に多分工業的に作るともうすごい完全に網目になってるんだろうけど、うんうんうん、じゃなくてからなんかちょっとなんか蜘蛛の素敵というか、なんかそういう張ってる感があって検討しますいやいいなと思ったんですよ、すごくこれ見て本当にかっこいい、本当にかっこいい、うんうん、なるほど、わかりました。これは1個目はメンズシューズ、うん、じゃあ2作はレディース、レディース、はい、はい、じゃあ次の写真見せてもらっていいですか。あ、出た出たそう、今作っていたばかりでほぼ完成しました。もう出しました。 おめでとう。はいはい、はい、ありがとうございます。これ、うん、どうぞどうぞ。あ、こういう靴がもともとアメリカの、はい、そうです、そうです。LL ビーンですね、はい。歴史あるアメリカのシューズの会社で、あそこの靴の会社は、ハンディングブーツやっている、ずっとやっている会社で、うん、何度か今回のレディースが、あの靴をアレンジしたいと、うん、ちょっと
マニッシュな感じを作り出したい。マニッシュな感じ。マニッシュ、はい。あれはゴートゥーハンティングっていうのはやっぱハンティングブーツから来てるんですか。借りに行こう。借りに行こう。それは何を借りに行くんですか。もちろん女性にとって男性です。男性です。あ、はい、裏目。なるほど。裏目。そういう 場面を想定して作られた靴なんですね。一応設定しました。なるほど、うん。この靴特徴的な部分として感じられるのがかかとの上の部分に丸いところがあるんですけど、はい、あれは何なんですか。あれはアクセサリーの一部となっておりまして、はいはいはい、例えば僕の手の、手首、うんうん、そう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 、と足首と手首もつけられるようにこういうデザインも一応 やっておりました。あー、なるほど。じゃあ次の写真いってみますか。はい、どうぞ。なるほど、これが実物ですね、はい。で、そうですね、実物の方がいいですね。おさむさんの言う通り、うん、そうですね。ちょっと今の写真では見にくい、次の写真見せてもらっていいですか。すいません。これですね、その丸い部分っていうのはブレスレットにもアンクレットにもなる。そうですね、ということなんですね。自分の、気持ちによってとてもいいし、つけてもいいし、お任せです。あれは靴の輪に通したまま足首に巻くこともできたりするんですか。はいはい、そうです。あー、なるほど。それが多分なんか一番セクシーじゃないかって俺は感じたんですね。うんうんうん、面白い点もあるし、うん、そうですね。その買った人、買っていただいた人に、はい、方に考えさせるというのはすごく面白いアイデアですね。うん、なるほど。他に何か工夫された部分ってあるんですか。ありましたよ。画面に見るとインソールの部分で、生地を巻いているらしい。僕の今個人的のブランドとかも、勝手に入れてました。じゃあすいません、はい、その次の写真見せてもらっていいですか。この部分ですね、インナーの部分 の、はい、ちょっと花柄になってる部分ですよね。はい、革との間の、白い部分ですよね。あの部分が可愛いですよ。そうですね、すごく可愛いと思った、うんうんうん、めちゃくちゃ可愛いと思った、はい、で、自分のロゴも入れてみたっていう。そうですね、サムリン、あれかっこいいなと思った。今からスタートです。今からスタートですね、うんうん、本当に。あれは上下に書いてある意味は何なんですか。じゃあサムリンのロゴの上下に何か英語書いてあるんですけど。英語とか、昇進のクラブ。ん、昇進、昇進クラブ、うん、そうそうそう。ザ・ハートブロークンクラブ。なるほど。ハートブロークンクラブだったんですね、あれは。あ、またラブストーリー。ラブストーリーから撮って。うんうん、そうそうそう、そのご覧の通り、うん、そうです、ね。これはコーヒーかな。合成、合成のレザーだ。そう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 。上もそうだね。上がちょっとザラザラしている革。そうだね、革だね。選びました。うん、そっか、うん。なんかこれをデザインとかされるときには、はい、こう上スカートズボン、トップスとかってなんかイメージされたりしましたか。タイツとか、うん、アウトドア系の女性に、うんうん、合わせるかなと思って、うん、そうか。例えば、うん、僕パッと今それ聞いて浮かんだのが今、はい、松くん自身が履いてるちょっとツイードっぽいような七分丈のハーフパンツっていうか、なんて言えば膝下、そうだな、15センチとか20センチぐらいのものにちょっと可愛く履いて、そうそうそう、うん、ソックスはこれは履く設定ですか。できれば、はい、できれば、はい、短いソックスとかですよね。長いでもいいし、長いでもいいし、はい、うん、はい、ハンティングだったらそうかもしれないね、はい、そうです、うん、ちょっとタッセルがついた可愛い靴下とかの短めとかでも
ブレスの部分は腕にしてみたいな感じでコーディネートしても面白いかもしれないですね。はい、わかりました。そう、なんか靴ってこう松くんの中でなんて言うんだろうな、こう僕は結構靴って象徴的な、そのファッションの中でもそのファッションの色っていうか方向性を割と定める重要なアイテムなんじゃないかなと思っていて、それで靴が決まると自然とボトムだったりトップスだったりとか全体のイメージとかフィーリングが、そうコーディネートが決まってくる。例えばこの靴で言えばハンティングだったら、やっぱりハンティングってイメージするとそのイギリスのハリスツイードであったりとかバグであったりとか、あと犬を使ってハンティングとかしますよね、とか、カモが浮かんだりとか、なんかすごくそうやってこう広がっていくと思うんですよ、コーディネートの中で。でやっぱりそういう、こうカラーを打ち出しやすいアイテムとして靴っていうのはすごく選びがいもあるし、いろんなものもあるし、やっぱりそこでこう夢とか希望とかっていうか、そういうと大げさだけど、うん、すごく広がっていく象徴的なアイテムだなと思って、僕も靴は大好きなんで、松くんが靴を作ってるって聞いて、やっぱりね日頃のほら僕のポジションからするとこう、まあ、Facebook で上げてたりとかっていうのも見れるから、うん、やっぱりファッション大好きなんだなって、それで靴っていうのはすごくねよく分かりました。はい、ありがとうございます。ちなみにこれは秋冬用です。うん、はい、ありがとうございました、おさむさん。はい、はい、そうですね、やっぱりあの 靴から決めるコーディネートという部分ですごく非常に重要な位置を占めそうなアイテムに なりそうなのもありますね。うん、そうですね、まあ、ちょっとあの流行から乗り遅れてるかもしれないですけど、まあ、最近山ガールですとか森ガールですとか流行った部分もあって、そういうのにももしかしたらあの合わせていけるようなアイテムになりそうではありましたね。うん、あのそうですね、あと、まあ、おさむさん言ってたように最近あのちょっと緩い感じのパンツ、今確かにサムリン氏が履いてるようなあのバギーパンツみたいなものが流行ってるので、うん、まあ、流行り物にも合わせつつ、でも多分これから先の流行にもなんか、取り入れて、ね、定番化、そうですね、あのさせられるようなアイテムにはなりそうでありますね。あ、まあ、例えば想定が多分サムリン氏の場合は10代半ばから20代ぐらいまでですけど、例えば我々のサムリン氏であるとか、あの私のお母さんが履いてももしかしたら結構合うような色合いではあるんで、すごく本当に何年も使っていける、長く履ける靴になりそうですね。そんな中で多分やっぱりサムリン氏がその修復していくことによって、もしかしたらすごくずっと長いやり取りができるようなアイテムになればいいのではないかと考えました。今コンテスト の40歳以上のレディースの足の健康靴とか、うん、デザインが書いています。お、頑張ります。頑張って、そうですね、やっぱり人間の体やっぱり生きていくうちにもう若いうちはもう全然平気だけども、はい、やっぱりどんどん年を取っていくことに壊れていくんですよね、正直ちょっとずつ。もうほんのもうやっぱり風邪の治りが悪くなったとかすごいよくあるんですよ。うん、そういうのがやっぱり靴にも足にも現れるわけで、そういうものを加味できたようなそういうのをクリアできたような靴っていうのはもう本当に売れると思います。そうですね、売れるし双方にとって、お客さんとお客様とその靴職人にとって両方耳になれる、すごくいい、うん、アイテムになると思いますね。うん、ぜひやりたいんです。やってください。はい、はい、ではここでサムリン氏の趣味の音楽の話題に移りたいと思います。はい、はい、じゃあ突然ではございますが今回サムリン氏には3曲ほど音楽を選曲していただきましたので、その3曲聴かせていただいてよろしいでしょうか。よければ聴いてください。はい、ではすみません、ちょっと準備に入りますので少々お待ちくださいませ。
ではサムリン氏に選んでいただいて1曲目、これは何という方の何という曲ですか。これは僕一番気になったパーティオスティンというシンガーのレコードです。はい、うん、なるほど。じゃあちょっとあの曲紹介させていただきます。パティオスティン、Hot in the Flames of Love。 うん、そう、これは1984年の曲。そうですよね、うん、でも私レコードのことがあまり詳しくないから、うんうん、素人初心者にとってこれが聞きやすいと思います。うん、うん、なるほど。優しいし、うん、音とか、うん、まあ、先ほどまでインタビューしていた中でのサムリン氏 の、 そのラブストーリーですとかそういった流れを受けたような曲ではないかと私感じました。すごくそういう意味で優しいし、まあ、ちょっと酸っぱい部分もありみたいな、うんうん、心を落ち着けるように、うん、こういうレコードがずっと聴いています。うん、なるほど。まあ、かっこいい部分もありますよね。なんかちょっと途中のさっきのボーカルがあのなくなった部分とかちょっとかっこいいなと思いましたね。しかも台湾の上で私のルームで3枚くらい持っています、このシンガーの。おー、うん、あのパティオーツの、はいはい、あのレコード3枚くらい持ってます。3枚くらいです。あ、まあ、俺も間違えてあの同じ曲を3枚くらい買っちゃったりすることもありますよね。まあでもレコードやっぱり番質が全部違うから、はい、いっぱい買っていっぱい試してやっぱこの番質いいなみたいなのがすごくたくさんあるので、まあ、たまに、うん、そういうことを楽しんでいただければと思います。はい、じゃあ、曲聴いてもらいましょう。Said the fight to make ends meet, keeps a man up on his feet, holding down his job, trying to show he can't be bought. では2曲目の紹介、はい、私読み上げます。ロバート・パーマー、エブリー・キンダー・ピープル、うん、はい、この人はイギリスの歌手なんですけれども、うん、私かなり好きです。特にこの曲です。この曲は特に好き。曲名もちょっと私の気持ちとか合っているかな、うん、どういう意味になるんですかこれは。いろいろをいろいろの人間とか年齢とかを問わずに、うん、これからも、うん、どんどん付き合いたいんです。あ、うん、もう特にいろんな人と、まあ、付き合いたいという、そうです、そういうタイトルなんですね。エブリキンダピープル、はい、確かになんかサムリン氏っぽい。
まあ、正直日本においてサムリン氏は外国人であるけれども、うん、はい、まあ、このシーレスという場合においてやっぱりすごく、まあ、仲間が増えたということになりますよね、うん、そういう状況を表した曲でもありそうですね。で DJ の文化も馴染んでいるもあるし、うん、うん、そう、まあまあ、馴染んでいきたいという、そうそうそう、願望も含まれているということですね。わかりました。すみません、ちょっとこの曲短いんでこの辺でちょっと1回幕に入らせていただきます。失礼します。3曲目はなんか前2曲と打って変わっていきなりそうですねいきなりなんかちょっと、うん、サムリン氏のダークサイドの部分が見えたようなそうですよね。じゃあこの曲紹介させていただきます、うん、はい、The Field Love vs Distance、はい、これが僕が、はい、一番好きなテクノのアーティストなんです、うん、お The Field そう、うん、スペーシーな感じで、うんうん、流れもフラフラして、うんうん、まあ、すごくミニマルな感じですね。もうすごい反復ずっと繰り返すようなまあ最初に話してたような、なんていうかサムリン氏の人生における苦み、苦しみというものが、はい、それ曲名を見ると多分わかる、うん、ラブと距離感、そうですよね、恋人がこの問題があれば、うんうん、なかなかうまくつけないかな、うん、つかないかな、
そうですね、恋人同士 の、 あの距離感というものがあのつかみにくいというような、そういうイメージを受けましたね。はい、うん、僕の解釈に聞く人が、うん、多分分かってくれるかもしれないです。こういうスタイルとか、うん、この流れの中で、うん、捉えたい部分もあるし、うんうん、なるほど。でも、まあ、あのダークサイドと言いつつもなんかちょっと気持ちいい音もやっぱ入ってるというなんか綺麗めな音も入ってるし、あとなんかずっとなんかボーカルっぽい音が、ボーカルっぽい声、サンプリっぽい声がずっと繰り返してみたいな、はいはい、ずっと繰り返してみたいな。そうです、そうです、うん、まあ、その辺がちょっとラブを示しているみたいな気はしましたね。うなりとか、さがんでいる音とか、ん、うなりとか、うなり、人間のうなりとか、さがんでいるとか、うん、心理的な層面とか私は感じられますよそう、そう、まあちょっとオーディンスの方からクラウドの方からの深いねという深いといういい花の、話をいただいております、はい。では続きもうちょっと聞いていただきますので、はい、よろしくお願いします。
サムリシありがとうございました。はい、以上私の選曲です。いやでも最後のこのやっぱりラブバーサスディスタンス、最後のやっぱ3分ぐらいがすごい気持ちよかったですね。あーそうですよね。あーやべこれ来た、気持ちよかったですね本当に、いや本当はこの辺で切ろうかな切ろうかなって思った瞬間に気持ちよくなってきたみたいなから最後で聞いちゃいました。いいですね。ね、まあ、ここに 今いるあの次のバッタでいらっしゃるあの佐藤浩次郎志望踊っていただいて、ね、すごく良かったですね。はい、はい、じゃあ、次の質問いかせていただきます。はい、またあの趣味に関する質問になるんですけど、うん、音楽は日常生活に与える影響などはありますか。まずはね、日常生活において落ち着く習慣もあるし、うん、でも残念ながら音楽から影響を受けたり着想を得ることがまだないですよ。なるほど、うん、じゃあまあ今みたいないい曲をどんどん掘っていけば、はいね、日常生活も豊かになるし、はい、さらにその日常生活からフィードバックして、はい、靴にアウトプットされるようになれば、靴に出していけるようになれば、それはすごく幸せなことですね。いいかもしれないですよね、うん、そうですね、そういうことが増えるといいですね。うん、じゃあ次の質問いかせていただきます。はい、使うメディア、レコード、CD、MPC などにこだわりはありますか？やはりシレスのみんなのおかげで、うん、ますます僕にレコードが好きになってきましたよ。特にレコードジャケードをよく直感で判断して買うことも多いです。なるほど。はい、そうですね、やっぱりジャケットを直感で買うというのがレコードの醍醐味ですね、はいはいはい、本当に、ね、今回のジャケットもう一回じゃあ見てみますか。ちょっと出してもらっていいですか。はいはい、これも直感で買ったものなんですか。これはこれは違う、ヤフオクションで買ってきたやつです。あ、そうなんだ、ヤフオクで買ったやつなんですね。ロバート、うん、ロバートファーマー、そう、これよく見たら水着脱ぎ捨ててますよね、うんうん、エロエロですねこれは。そうですよね、結構、うん、超男性がにやけてるっていう、見えますかこれ笑顔で、しかもどう考えてもどう考えても裸のお姉ちゃんそこおるみたいな、ね、ちょっとこれ面白いジャケですね、いろいろ考えさせられる。そうですね、これ面白いですね。これ裏はどうなってるんですか。裏もなんかストーリーとかあるのか。おっさん、やばい、これロバートパーマンですかね、もしかしたら。おっさんでした。おっさんでしたねおっさんでしたねでもこれもやっぱりなんか裸のお姉ちゃんいそうだけど、その先に、後ろの先にこれいいですね。いや結構ジャケマニアなんですよ。いや変なジャケ大好きなんですよね。でもこうストーリー性のあるジャケも結構好きで、いろいろ考えさせられるんですよやっぱり。絶対これやばいなみたいな。そうですね、いやーいいな。じゃあ思いかけないかっこいいでした。はい、思いかけないレコードが挑みます。そうですね、よかったです。でこれが最後にかけたテクノの、はい、レコードですね。これはシンプルですね。そうですね、シンプルですね、うん、やっぱりこれドイツのコンパクトレベルでしたっけ。そうですよね、うん、やっぱりドイツらしいというか、はいはい、Thanks keep feelings down。これ裏はこうなってて、ラブバーサスディスタンス、ソート&アクション、ちょっと2曲目の方は聞けなかったんですけど、はいはい、コンパクトの116枚目みたいですね。コンパクト116って書いてあるってことは、はい、この前人が日本でインベントもやったことがあるだそうです。この人、日本で、うん、DJ やっている。へえ、これ作った人が日本で DJ やったんだ。そうです、行きたかったです。まあまた生きてれば来ると思うし、まあ、こっちから行ってもいいし、ね、来ることがあるといいですね。まあ、シンプルなジャケットでした、はい、あともう一枚はあれはちょっと、あ、これはジェネリックなスリーブですね、はい、共通スリーブってやつですね、はい、いわゆるこれはパーティーオースティンのレコードのジャケットです、うん、パーティーオースティン、でもなんかキューって感じの、やっぱりこの当時やっぱり可愛いですよね。ジャケット共通スリーブでもなんかこんなキューとかなってたりして面白い面があって、やっぱりいいですねジャケット。これはクエストレコードってところが出てるレコードですね。なん
かこんな感じのレベル、他にもいっぱいなんかブッダとかたくさんある気がしますけどそうですね、これが確か84年って書いてましたよね、はい、やっぱり 80s の香りがする、この辺の中やっぱりなんか端の方に 45rpm って書いてあるとかそうですね、やっぱりそういう感じがしましたね。すいません、ありがとうございました。はい、はい、あ、すいません、もう一回します。じゃあこれを踏まえた上で、あのレコードを買うことに意味は何かお持ちですか？ありますよ、うん、レコードがあの私好きなので、うん、あの日本には中古レコードが多いだし、しかも希少価値の高いものもありますので、うん、個人的にぜひ探してもっと掘りたいんです。まあ、何事にても掘ることはいいことですけど、やっぱりあのレコードを特にディグルっていうか、ね、もうこうここ掘れワンワンみたいな感じでから俺もやってますよ、本当にもうガッツリ。そうですよ ね、 やっぱりそんな中で、まあ、本当ダメなレコード、ダメなレコード、ダメなレコード、いいレコードやったみたいなそういうなんかあの高揚感もありますね。 そ、 うあのそれでまあその中でジャケットこういう風に見ていってから、これねえだろみたいなところがあったりして多分さっきとあのロバタパーマーなんか俺見てからなんだろうこれみたいな思うタイプ の、 あのレコードだと思うんですけど、そういう感覚はすごく大事にしていきたいですね。はい、いつも直感で直感でね買っちゃった買っちゃって、うん、まあ、いろいろとありますよ。はい、はい、じゃあ趣味の話でした。どうもありがとうございました。はい、じゃあ、 あのここから最終タイムに入りまして、あの靴に関してちょっと哲学的な質問していきたいと思います。はい、はい、靴は何をもってして価値が生まれると考えていますか？はい、じゃあ今から価値についての話したいんです。はい、じゃあどの靴にも意味があり、好きになってもらえる要素があります。うん、そのため靴に様々な意味を乗せてお客様の手に届いた際に理解してもらい共感を得たいんです。あのその共感こそが、靴の価値であります、と思いますです。なるほど、まあ、ずっと今まで話してきた内容ではあるんですけども、まあ、どんな靴にも意味があるというあの考え方、そしてやっぱり靴をその届いて、そこからやっぱりあの価値が生まれていくというか、それで理解してもらって共感を得ることを、まあ届いただけじゃなくてさらにあのこうフィードバック共感 得られることがやっぱ価値があるとお考えなんですね。はい、そうですよね。そうですね。じゃあ、靴を、うん、じゃ あ、 あの靴を好きになってもらって共感をもらうことによって価値が生まれるという何でしょうかことで、ああまあ実際にお客様に手に取っていただいて反応いただいた時のこととか何か、うん、あの感想ありますか？感想とか実際に、うん、あのお客様に手に取っていただいて、うん、その反応をいただいた時に、うん、靴を通してお客様に自分のことを理解してもらえたような私の感覚を得ました。うん、はい、なるほど、まあ、ちょっと実際その場面っていうのがあの難しい部分があると思うんですけど、そのまあ売り場にいてそのフィードバックをもらったことがあるということなんですか？あ、はい、この前であの、うん、伊勢丹のとのコラボも受かりました。うん、あのその間で3時間に向こうで、うん、ずっと立っていました。うん、はい、あの現場で接客して、うん、ずっとピピっています。はい、でも、うん、あの時間とかやっと分かりました。うん、本当に簡単ではないことです。うんうん、特に販売員とかさ、うんうん、なかなかセルスとか、うん、どのようにあのお客様を受けるとか、うん、あの集団とか出そうとか、うんうんうん、どういうことです？
まあ、お客様に実際に手に持って持っていただくだけでももう難しいことだと感じたということなんです。本当にリアルでした。リアルですね、確かに本当にリアルです、うん、その3時間の中で何回か撮ってもらえたんですか？10人ぐらい、うん、もう喋って、うん、自分自己 PR もしました。あ、うん、また台湾からの留学生なのでよろしくお願いしますという話もあった。うん、はい、なるほど。その上でやっぱりポジティブないい反応ってあったんですか？うん、そうですね、うん、その通りです例えばそのまあ綺麗とか可愛いとかどんな反応だったんですか？ほぼは可愛らしさとか、多分女性の方とか女性の客とか、あ、私作っていた靴が可愛いかなとずっと聞かれて、うん、その、 あのアドバイスとかもあの聞きました、うん、それはすごく財産になりそうですね、はい、そうです、これ今後ね本当に、うん、じゃあ、すみません、じゃあ最後の質問に入らせていただきます。はい、はい、本当にすごい、哲学的な問題になると思うんですけど、靴というものにおける本質、まあ、エッセンス、コア、うん、というのは何であるとお考えでしょうか？本質ですよね、うん、私にとって履いていく場所によって靴も変わっている、うん、靴を変えて履いていくのには靴が持つ意味や機能性もありますし、例えば坂をしに行くときは坂シューズとか履いているわけですよね。そうですね。さらに結婚式に行くと、あのフォーマルシューズなどとか、場所に合わせたとか機能性とかデザイン、そして様々な意味があると思います。はい、そしてその一つ一つの靴に困られた意味こそが、靴一つ一つが持っている本質がありますよと思います。なるほど、はい、深いですね、すごくこれは、はい、そうですね、もうそれを聞いてから今自分が履いてる靴を見て、あ、どういう風に使ったらいいんだろうって考えました、本当に、はい、それもこれもまたあの大量生産の中で生まれてきた、もう本当に一つのもので、俺の偶然たまたま本当に俺の手元に来たっていう風に考えた上で、これはどういう風にして、あの正直まあコンビニ行くようで考えた、あのクロックスみたいなサンダルなんですけどね今履いてるのは、うん、というのも考えたりするような。でも、うん、履きやすいでしょ。履きやすい、うんうん、すっごく、うん、そういうあの機能性的なものもあるし、うんうん、またその意味というものをその個人によって、うん、例えば俺これそのクロックスみたいな靴はそのコンビニ行くよってしたけども、他の人は、うんうん、まあ、車の乗るとき用とか、そういうのも、うん、あの使い方もある。その大量生産の中でも一つ一つに意味があるっていうのは、はい、まあ、確かに本質であるというのは、はいはい、ただあのすごくあの共感できる内容でした。はい、同感ですよ。同感です。ちなみになんかあの印象的な意味を持ってる靴ってありますか？一番あの意味のある靴ってサムリン氏にとって意味が持っている靴ですか？今がまだ学生さんなんですけれども、うん、多分一番あの通勤とか通学に対して、うん、あの履きやすい靴とか、うん、あれがいいかな、履いたら、うん、何でもいいの感じにします靴がちょっと、うん、OK だと思います OK です、まあ、今は学生なのであの通勤とかに履ける靴がすごく意味があるという解釈でよろしいでしょうか？はい、そうですわかりました。ではあのこれをもちまして、あのサムリン氏へのインタビュー、もう終わりとさせていただきたいんですが、あのこのインタビューにあたって何か最後感想などあの言いたいことなどありますか？あのどうぞ。画面の左のあのこれ出したいんです。ちょっと画面の上にあのご覧の通りで、私の今サムリン氏という個人的なブランドの収支とかさ、移動とか、うん、開着したいんです。あの今一生懸命作っているシューズの中で、あの本当に
私の気持ちを分かってもらいたいなら助かります。だからこのセンテンスとかいろいろ考えておりました。意味はあなたとこの靴だからこそ私の心を満ちることができますよと、どういう今ずっと考えている考えりつつやっているわけなんですけれども、もっと自分が自信とかもっと出したいなとか声もっと大きい声で DJ もやりたい、来年もしかしたら、デビューもしたいんです。はい、ありがとうございました。はい、サンキュー。はい、これをもちまして終わりとさせていただきます。本当Thank you very much for watching our TV。 はい、バイ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 。